こんにちは、コールウィンターです。あ、コールウィンターじゃねえや、僕です。はい、昔ですね、忍者戦隊かくれんじゃーっていうですね、夕方金曜日、5時半からやってた、僕の、特撮第18作のエース級ナンバーのですね、戦隊がやってて、人に隠れて悪を切るっていうね、はい、僕たちはね、僕たちの世界で人に隠れてお泣きに しなくちゃっていうね、はい、で1994年を扱った全国的にね、浜松、兵庫、ね、山形とか東京でも38度とか以上ですね、全国的に暑かった。僕が夏祭りのみこしを担ぎながら駐車場でね、こう写真撮りましたけど、あの幼稚園の校庭みたいな広場でね、でも帰りね、あのおっかさんが車に迎えに来てくれて、中で聞いた米米クラブのロマン飛行とかね、最初あの商店の紫の楽太郎さんが歌ってるかと思ったら違いました。あとチャギアスのややや聞きながらハゲじいさんの家に行って、遊んできました。はい、でですね、あの年はやっぱ忍者戦隊かくれんじゃ、朝はポンギッキーズのトーマスで、夕方、ね、夕暮れが出てきた時はアンパンマン、お母さんと一緒、あとはたまにセサミストリートが夜からやってて、で、まあ、5時半からはもちろんテレビ朝日でかくれんじゃ、それからは、7時からバラ色の鎮静と島田紳助のね、あとマジカルズノーバーは8時くらいからかな、坂東英二さんの司会で、それで僕たちは寝ました。はい、で、あの時団地に住んでたんですけどね、あの時の思い出っていうのは今でも鮮明に覚えています。94年から僕の記憶始まったもんで、それは当たり前ですけど、忍者レッドサスケかっこよかったですね。火炎将軍剣持った時はね、いけーと思いましたよね。くの一組をぶった切る小川寺明さんがね、僕の憧れですね。かっこよかったです。サイゾーのね、土田さんもかっこよかったですね。忍者ブルーのブルーローガンとかね、あとあれ持ってたな、あの玩具売れたんだよね、あれね、狼の、青いやつで、無敵将軍、あと隠れ大将軍、あと翼丸ね、かっこよかったね。上からね、こうビームみたいなパン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 ってね、東京の空が似合いますね。あのビルが立ち並んでて、ま、真っ青な青空ね、上のビルのところでラルクアンシェル4人が歌ってるんじゃないかって、それはちょっと後ですけど、はい、ダイブトゥーブルーなんかね。まあでも忍者戦隊かくれんじゃ、あとね、まあ鶴姫もいましたし、あと正解イエロー、あとブラックジライアね、本当アメリカンコミックスとしては僕なんかの時代にマッチしてますね。やっぱりなんかこう、僕も海外アメリカとか憧れてるんで、面白かったなって。ケイン小杉がねかっこよくって、 お母さんたちがすごかったね、お母さん人気がすごかったですね。うん、超小杉の息子らってね、知ったんですね、みんながね。で、その前はケイン小杉はウルトラマンパワールとか出てたのかな、あと世界大戦ジライアとか、であとやっぱ僕たちはリポビタンデーのあの2人の CM ですね。ファイトー一発行き過ぎなんつってね、野獣先輩が出てきちゃって学から僕は落としちゃったりして、まあそんなことはいいんですけど、あのね、そっちの話じゃないですからね、僕はそっちの話じゃないです、そっちの世界じゃないです。で、あの言っときますけど、あのなんつったらいいんだろうな、かくれんじゃ面白かった。あと白面狼とかね、あと大魔王ね、あとドロドロ、あの敵ね、で、あとなんだっけな、湯上博士とか、あと今遠藤金一さんって出てるじゃないですか、コアモテのあれがガシャドクロっていうね、すごい強い、なんかちょっと中ボスみたいな感じで、大魔王の息子で、で、あとは覚えてるのが、いっぱい妖怪もいろんな妖怪いましたね。泥太郎とか、カシャとか、あとなんだっけな、ガキツキとか、ね、あと、オウムカデとか、
雪女とか言いましたね。僕は幼稚園で初めて会った時、サイゾーが最初好きになったんですよ。青っていう色に惹かれたんですね。そう、あと土田さんもね、結構兄ちゃん、僕のね、やっぱ憧れの兄ちゃんでしたね。そうですね。なんか絶対思うじゃないですか、幼稚園の時、盗撮見てこういう人たちになりたい、ヒーローになりたいって。子供たちにね、こう大人になってから子供たちにこう好かれたいって思うじゃないですかね。普通思わない人っていうのはね、おそらくね、無関心な人だなと思います。なんか普通は思うんですよね、子供だったら。あ、誰でも憧れたじゃないですか、野球選手だったら。じゃあ俺将来篠塚みたいにね、守備が上手くなりたいとか。まあちょっと古いですけど。で、僕もカクレンジャーから受けた影響は多大。もう最初に見たテレビですからね、早く言えば。まあ、最初は電光少女グリッドマンだったけど、もうカクレンジャーが一番見てましたから、1年以上。でもそのちょっと終わりに阪神淡路大震災が起きてね、ちょっと曖昧になっちゃいましたけど、すごくなんかあの時って、で一番覚えてるのが、あの僕はあのなんかこう会館みたいなところでみんなお湯会やって、夜帰ってきてカクレンジャー録画を撮っといて、最後大魔王とこうドロドロじゃなくて、あのダラダラか、あと三振賞がこう対峙する場面がで、稲光とあと黒い雲、ね、あの終わりのシーンがね、で大魔王が最後あれが僕ね、よく覚えてるんですよね。あと94年の、ね、12月ぐらいでしたね。ちょうどピザハウスよく行ってましたね。あのジュークボックスからね、こうイギリスのテイクザットのね、手話とかね、ラジオから流れてきて、なんか僕があの時なんか日本じゃなくて海外に住んでたような、こういう感じでしたね。なんか雰囲気的に。で、夜のなんかハイウェイも見合いましたし、なんかこうあの時は僕の原点だったなって思いますね、常に。だから僕はどっちかっていうと海外のなんかこう、その時は海外にいるみたいな感じでした。日本にいるんだけど、しかも田舎にいるんだけど、なんか海外にいるような、だからマイケル・ジャクソンとかマドンナとか、あとシンディ・ローパーは聞かないけど、あとワムも聞かないな、ボビー・ブラウン、あ、ブライアン・アダムスだとかね、あとね、わかりますかね、わかんない、今の子は、あの人わかんないと思うんだけど、あとニューオーダーとか聞くとね、なんか僕のこの中のボンジョビとか、中のこのなんか中がなんかすごいほじくり返されて、こうバーって昔の記憶が全部蘇ってくるんです。でボンジョビなんか聞くと、まあ、あの頃はすごく浮かんできて、あーボンジョビいたな、なんかボンジョビって感じだったなみたいな、ね、そう、すげえなんか懐かしい気分になって、もうそのまま寝ちゃったりすることもあるんですよ、普通にソファで。今なんかジャスティン・ビーバーとか出てきてますけど、ジャスティン・ビーバーなんか僕はもう完全に終わってます。オワコンってやつですね。あの失礼ですけど、こんなこと言ったら。でもジャスティン・ビーバー顔かっこいいですけど、でも僕の時代はテイク・ザットとかマイケルですね、やっぱマイケル。あとはもうこのお母さんにね、あの93年94年ぐらい隠してやったビデオテープをね、こっそり見せていただいたことがあって、それを PV 見た瞬間、僕は二人で見たんですけど、かっけーと思いました。で海外に憧れましたね、一瞬で虜になった。あの地下駐車場のね、あのバーをね、くぐり抜ける、改札をくぐり抜ける、あのマイケルとダンサーたちのね、あの PV を見た時、88年のバットって曲の PV だったんですよ。それをビデオテープで VHS で撮ったって、あれを見た瞬間、幼稚園ながらもうかっこよくて言葉が出なかったですね。それもずっと頭の中に残ってます、今でも。だからマイケルを聞くと、やっぱあの頃が浮かびますね、93年ぐらいが。
そんな記憶なんかその頃覚えてねえだろうっていう人もいると思うんですけど、それはその人の考えで、僕はちゃんと覚えてるんですよね。本当にバブルが終わってましたよね。だからその頃僕たちの記憶が始まったから、なんだろう、ゆとりもいいとこでしたよね。うん、いい世代に育ってきたなって僕たちは。かくれんじゃを初めて見た僕たちのね、ファイブ、あのなんだっけ、ファイブマンだっけ、なんだっけ、違う、なんだっけ、ゴレンジャーから始まってね、その18っていうその数字もエースナンバーで、忍者でなんか他の戦隊とは全然違う和製をモイストにしたこうカクレンジャーでしたから、もうカクレンジャー映画好きになれない。次のオレンジャーが始まった瞬間俺切れたからね、壁なんかハンマーでぶち破ろうかと思って、カクレンジャー終わっちゃった終わっちゃったっつって、ね、もうカクレンジャーロスっていうのが僕の中でありましたね。あんな福山雅治ロスなんかね、ふざけんじゃねえって感じです、俺たちはカクレンジャーロスだったよ完全にって思う、でもカクレンジャーは本当に僕の心の中で今でも生き続けてますね。あの最後のあの言葉、やっと終わった、あと三神将がねこう出てきて、3人、翼丸が真ん中で、左が無敵将軍で、右が確か隠れ大将軍になってない気がします。その時5人がねこう洞窟の中で出てきた時に、お前たちの戦いは終わったって言って、これから俺たち手助けしないでもうさらばだって言って、ね、なんか終わり方が本当はあっけなかったですよね。いい終わり方だったんだけど、なんかちょっとあっけなくて、最後は猫橋乗ってみんな5人で、あの山梨の富士山のところに向かってね走り出したんですね。それでエンドってなってね、あの時はね、で回想シーンも出てきて、見てなかったシーンもあったんで、当時あの時はね、俺これからの未来すんげえ、あの時ね明るいだろうなって思いましたよね。聞いてね、かくれんじゃみたいになりたかったんで、ね、見てなんか、いや握手もね、後楽園遊園地に行くのが夢だったんです当時もね。握手、ほらサスケたちと握手したかったんです。で本物とかともねこう写真とか撮ったり、できればハグとかしたりしたかったんですけどね、あれが夢だったんですけどね。幼稚園の頃から一回行っとけばよかったなって今でも後悔してます。後楽園遊園地で僕と握手なんてね、ちくしょう。まだあれを見た時にトラウマですよね。言っとけばよかったっていう。皆さんの時代もあるでしょう。ジュレンジャーとかオーレンジャーとかカーレンジャーとかね。マスクマンとかあったんだっけ、ジェットマンとか、みんないろいろあるでしょ、ね、ギャバソとか、あ、ギャバソじゃない、ギャバンとかね。そう、いや、けど皆さんもそういうのあると思うんですよ。あと、なんだっけ、ブルースワットだっけ、あと、ビーファイター、あと、なんだっけ、あの、ジャンパーソンとかね、まあ、いろいろ皆さんのその好きな特撮ってなと思うんですけど、オナキン界では、もうですね、やっぱりね、オナキン界でもそういう、なんだろう、子供、なんか、子供たちは見てないよね、オナキンなんてな。僕たちの世代は子供に夢を与えるっていう役割じゃなくて、僕たちの世代は、今の若者に喝を入れる。そういう俺は役目だと思うんですよ。逆に喝を入れる。甘やかせないみたいな。自分が甘えてるんだけど。そこは自分があってなんだけど。そう、子供たちに夢を与えるなんか甘い。逆に今の若者に喝を与えないといけない、俺たちは。そういう感じです。